定がね分かんなかったんですけど、さっき予定がメールじゃない明日のお仕事のやつが来たので、明日は7時30分ぐらいからかな、入れときます。こんばんは。なかなか仕事忙しくて配信してないので剣道見れない、できてないです。仕事がね第一優先なのでね、何事も。こんばんは。一回仕事終わったのにお風呂上がり先輩から電話かかってきて、今までその後リモート会議してた。はあ、それはお疲れ様です。お疲れ様。お仕事終わったらねプチって切れるのにね、またか家でも会えるって嫌だね。こんばんは。質問、キャラメルラテってコーヒーみたいな味する？うーん、するんじゃないかな、どうなんだろう、するんじゃないかな。キャラメルシロップとバニラシロップみたいなの入れてるだけだった気がするから。コーヒーにヘッドライツイートのやり取り笑ったね、びっくりした。こんばんは。そう、先々週もう3週目なのに、ゆうかちゃんとゆうかちゃんとの瀬戸チャレ3週目なのに忘れた。でコメントにもね、そのソラハがゆうかちゃんみたいな、ソラハとだよみたいなって言った後に、先週と今週ソラハだみたいに言ったけど、いや先々週も私とだよと思いながら、カレー、なんだっけ、アイスホッケーじゃなくて陸上のホッケーで、で今週がお好み焼きとふりかけなので3週連続だよとか思いながら。お仕事頑張ってください。お仕事頑張ってありがとう。こんばんは。録画して1本かけ、お嬉しい。そう、意外と私映ってたし、ナレーションどうだったかな。ナレーション初めてでね、イントネーションがめっちゃ難しかったんよ。ナレーション撮るときイントネーションがやばくてめっちゃやり直した。関西弁のイントネーションが分かんないんですけども、いろいろなんかね、あの区切るところとかが違って、めっちゃいろいろ教えていただいて、あれでしたね。初めの方はこう新型コロナウイルスのみたいなと、最後は締めの言葉だからちょっと真面目風にやってって言われて、真ん中の試合中のリポートはもうはっちゃけちゃってくださいって言われてやりましたね。でもね楽しかったですよ。声楽しかった。イキャスさん、かわいいと持ちありがとう。こんばんは。空は見えて安心、元気な姿も癒され、嬉しい。癒しを提供、スマホでやったからサービスさん、ああ、仕事で頼られるの嬉しい。確かにね、確かにね、わかる。空もね頼られたりするともっと頑張ろうってなるよね。かまちゃんさん、ありがとう。いつもありがとう。ギフトありがとう。ナレーションちょっと緊張した。ナレーションで、ね、なんかね、そのナレーション撮る人とプロデューサーさんとかスタッフさん2人と STU の2人とが結構ね違うブースにいて、外側のブースに、緊張しました。そう、標準語、そう標準語めっちゃ難しくて、めっちゃ難しかった。でもね楽しかった。剣道は YouTube で見てよ、まだ中学生の、あれ多分 YouTube のやつは私映ってないよね。なんかちっちゃくスコア係表みたいなので、あれ映ってるのかな、番組とでも違うやつだよね絶対。アーカイブ、どうなんだろう、ちょっと見てないんですよね。かまちゃんさん、いつもありがとう。ギフトありがとう。見てたら試合したくなった。試合したくなった、なんかねいいなと思った。剣道が本当に、稽古は私すっごい、いや苦手っていうかもうしんどいんですけど、やっぱ試合いいね、やりたくなった。てか普通に負けるだろうなと思いながら見てた絶対この子たちと負けると、もやったら負けちゃう思いながら試合見てましたね。こんばんは。
マスをつけるの簡単だけどアクセント、そう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 、こんばんは。私もいつもめっちゃ関西弁やで、お会ったことあるのかな、ロボリンさんは。ロボリンさんお話ししてみたいです。びっくりするぐらい七並べいっぱい当たってるから。こんばんは。テトラボ終わっても剣道で、多分続けれると思います。3段取るまではやるはずです。こんばんは。YouTube ではソラハ映ってたけど声は聞こえなかった。あ、映ってたんだ。ソラハあれでしょ、スコア係表でちっちゃくでしょ絶対。でも声はねあんま撮ってなかった気がする。こんばんは。あ、テロップ入れよう。こんばんは。剣道大会いかがですか。超楽しかったです。もう見ててワクワクしました。お父さんクッキーありがとう。初見嘘だ。高さん最近よ毎日初見ですっていうコメントしょる。剣道2段のソラちゃんに勝てる子供たちすごすぎるな。剣道2段イコール段イコール強いっていう意味じゃないので、そうめっちゃ何回も言っとるんやけど、段イコール強いじゃないからそこはね間違えないでください。段は綺麗さとかだからね、型を綺麗に打てるかとか剣道の知識があるかとかだから、強い段が上イコール強いじゃないから。アンナちゃんラブレターありがとう。こんばんは。今日はなんか巻いてないからあれだね。すごいなんかシンプルやな。シンプルシンプルルルル。昨日と一緒のヘアピンをつけようか。イヤリングをしよう。麺とかが入ると拍手して、ああしてましたね。こっちだけでいいか、見えるの。左だし左だけやし。かわいい、ありがとう。そらちゃんの稽古とかしてとか、でもなんかセトラブが終わってもなんか STU のファンクラブの方で続けますみたいなの書いてたからちょっとよくわかんないんですよね。そらたちも本当にね、セトラブが終わるのもね皆さんと同じぐらいのタイミングだったのでね、マジでね今後セトラブやってた人たちの企画がどうなるのかって感じなんですよ。こんばんは。明日はね、明日のお仕事そんな集合時間早くなかったから嬉しい。夜配信はないです。ちなみに夜はないです。ちょくちょくちょん決済、そうですよ皆さん決済したかな。メールでも言ったんですけど8枚目のオンラインお話し会の受付の多分当選してると思うんですけど、それをねちゃんとねお支払いしとかないともうね券が0枚になってしまうし、もしかしたら赤文字のねシナのソラハがなくなっちゃうかもしれないのでよろしくお願いします。今日10だからね。イヤリングつけると大人っぽくなって色気が増す。色気、でもそろそろソラも色気出してこんとな。もう大人やからな、もうあとちょっとで成人っていう人になってしまう、成人枠になってしまう。こんばんは。ソラちゃんと剣道の試合してみたい。タモダムさん剣道できるの。こんばんは。今日はゆっくりソラちゃんの配信見えて嬉しい。お仕事のご褒美になってるかな。ソラちゃんが勝てる可能性もあるってことよな。どうなんだろうね、やってみたことはないからね。たむたむさんキャンディありがとう。ホワイトデーのプレゼント考え中。嬉しい。それは決済してるありがとう。呼びかけツイート見ました。タグ付けしてくれてるからね見えます。いつも気づいてます。色気ってのはそういう色気じゃない。どういう色気だよ、もうその色気しか知らんな。大人っぽい色気。
文武両道のイメージ。私がですか？決済よろしくお願いします。決済してない人それはしてください。まだしてない方もこの配信もう5分でもいいので、こう抜け出してでもいいので今しててください。ご褒美やっていつも優しくてありがとう。えんねん、ポジティブになってね。ジュンジュンジュン。最近ねドライブエール返すようになった。ログインいつもしてたんですけど、あんまエールは返してなかったんですけど、最近はちゃんとねエール返しよる。チャットしてくださった方、チャット結構ねいろんな方に、知らない方とかからも来るんですよね。なんかおはようみたいな感じ でそれに返信ができないから、チャットじゃないわ、なんだっけ、エールで返しますね。見たよっていう。新しいソラちゃんのサインはないですね。まあ私1個しかサインないです。タグ付けしても大丈夫？ああ全然。いやとかはないかな。たまたまさんクッキーハートありがとう。高校の体育で剣道やった面が見たかった、臭かった。剣道部の書いてたから。自分の汗だとねまだちょっとそんなうわーってならんけど、人の汗ってね匂うからね。余裕で間に合う。いや忘れたり、ね、寝落ちしちゃったら終わりですね。明日の夕方以降に小屋時間差されるの、あね、登録メール、落選メールか、落選メール来ないことは本当に大丈夫だよ。絶対みんなあれでしょ、受かるじゃないわ、多分当選してる。こんばんは、引き体英雄、引き体かな、空書いてみせて、なんか書いてなかったっけな、引き体って英語、タムタムさんハートありがとう。エール今日の朝もらえて仕事頑張れて、およかった。こんばんは、今 iPhone がツイートしてくれた3年前のソラハが映った。ねえ iPhone、 久しぶりだね iPhone がツイートするの。わあ、またみちさんすごい、フォートナイトの大会すごいな、みちさんフォートナイト、あ七並べするよ。2分からします。個別チャットにエール返すのいい、ね、あ本当ですか。そう返せないからね言葉を。なんだラスコンの席分かるかも、予定って書いてあったから分かんないけど、はあ、ドキドキ。キャッシュさんいいねありがとう。フォートナイトやったことないな。こんばんは、明日の夜から日曜の夜までイベント全般、ああトレジャー配信見れん、ぬるぬる。でも日曜日はお話し会であんまり多分配信ができんやろうし、土曜日はでもあ休みかもしれないね。新潟に帰省には釣られなかった。釣られたら大変だ。こんばんは、英語いつも最初の人が頼めてくれるし、ちゃんとね私はねそういうのね見る人なので。こんばんは、みんな上手くなりすぎてやらんくなった。逆にね置いてきぼりって感じでね。大阪2泊になりました。お、偉いですね。今日頑張った。いいっす。空はすかカタン。スマートデータ。おお、スマートデータ。データ移行順次。お、え何が消えたんだろう。会社の先輩の連絡先とかかな。大変だ。うちよさん、カイトさん、竹内健介さんお願いします。iPhone 2と土曜時刻並んでた。こんばんは、一緒ついてくありがとう。土曜日は副反応で熱が出なかったら大阪前乗りする。いいな、ソラも行きたい、マジでユニバ行きたいな。こんばんは、私
島ゆなこちゃん、ゆなちゃん、ゆなこちゃん、青色チームのカズさん、ありがとう。お餅幼少配信はしませんよ。こんばんは。本当だ、とろみちこっこさん並んでる。これは熱々ですな。それはあの重めんパッツの時やね。これは3年も経ったんだね。早いね。こんばんは。そう、決済よろしくお願いします。遊びに来たよ。最近なんか映画見てないですね。見たいなって昨日配信で話してたんですよ。続きまして30秒、壁蔵は美味しそう、めっちゃ美味しそうなものいっぱい食べてた。楽しそう、いいね。ちょっと遠出したい。空も天然うなぎさん、お餅ありがとう。中電ってそらちゃんと仲良いのにすみません。あ、はるさんも間違えてますね。シチューデンツじゃなくてセトチャレです。 iPhone の話したら怒られた、はい、記憶しか。一緒の年やったよね、 iPhone と。今日は3年前のあの時の動画見てました。何の動画？動画？動画ってあったっけ。泣けちゃった、腕が痛い、先生が今が痛い、うん、安静にしててください。純喜さん、竹内健介さん、ご品物さん、お願いします。わざとです。大阪のケータリングなんだろうね。大阪のケータリング、でもなんだろうね、たこ焼きなんかもしかしたらあるかもって感じだけど。うーん、グレタの瀬田島公園で農業から夜行バスで参加した3年前。嬉しい。それセットセブン苦手な時にいるところ間違えてないって言われた。ああ、 NGT さんのところ行ったから、ここ ST じゃないよってことで。トークサバイバートロちゃん早く見ようよ。え、あ、もう出てるんですか、あれ。トークサバイバー第2話ってことはまだ先なのかと思ってた。それは見なければ、移動時間に見ようかな明日の。インディーさん、お持ちありがとう。人は間違える生き物、まあ確かに。こんばんは。会場で自分で撮ったやつ、年表、ああ、はい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 、思い出した思い出した。なんか、あ、確かにね、なんか書いてたね、書いてたわ、そういえば。確かに明日そらはちゃんに養子になった3年前。お、それは記念日ですね。草青じゃなくて赤だったしね。それはもうあれやね、みんなに言われちゃうわ。ネットフリ一瞬だけ映ってた。あ、本当に？じゃあその一瞬を絶対見よう。続きましては10秒から、20秒からしようかな。大阪のお話が楽しみにしてる、ありがとう。そうも楽しみ。マジで一瞬やからな、直接のやつって2時間やしね。新潟3年4日目、それはすごい。もう空の初期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 やん。3年4ヶ月ぶりって。もうすぐ空はぬまにハマって3年。確かにね、大え風を待つだっけぐらいだっけね、大好きな人ぐらいのあれで来てたか。村上さん、ゆー&としさん、 SG ギターさん、お願いします。
そう思うと結構長い間私滞在してるね。すごい。あかりんさんのインスタこんなんなんや。すごい。かわいいインスタ。インスタ、うわ、かわいい。おいしそう。こんばんは。風待ちからずっと STU STU。ハチアクス大好きな人の21日目誕生日の時によく覚えてる。嬉しい。ハッピーバースデー。最初はトロコッコだった。かぶっとる。ミッチさんがなんでおらんの。3年前に気になりだしてからしたアクションその時くらいから。いや嬉しいね。確かにね、ずっと背大きいみたいに言ってた記憶あるもん私。確かにハイタッチ会がなかったらそれで思い出きないと思われる。ハイタッチもね、すんごいめっちゃ来てくれると思って思ってたもんね。アンナちゃんやってそれが運命。こんばんは。ドラサマイスーツ決めて4年前思い出した。おお、かっこいいね。続きまして10分からします。唯一握手できたのが大好きな人かな。確かにね、もう4枚目からね延期になってからのオンラインだと思うね。新潟勢でした。新潟新潟 STU 瀬戸内。久々だね。ねえ久々だったね。ありがとう、七並べしてくださって。手が大きい。めっちゃ大きい。ほんまにびっくりしたもん。びっくりびっくり。青色大好きさんかきいこさん KTAK さんお願いします。こんばんは。今日からなんですけどね、昨日の夜か、昨日の夜からなんですけど、ちょ筋トレ強化週にしようと思います。奈々さんのあのラストコンサートまでにね、ちょ体を引き締めたいということで、昨日の夜と今日の朝筋トレと柔軟をねいつもより多めにしました。今日の夜もします。今日の夜も筋トレ筋トレ。体重もね増えてたんだけど、もう夜豆腐そうめん風みたいなやつを、ね、夜それとサラダに変えてからちょっと減りつつあるので、やっぱ自炊は向いてない、ダイエットに向いてない私のダイエット方法だと思って、今日も後で豆腐そうめん食べるんですけど、さっきトマト大量、トマト 150g ぐらい食べた。ミニトマト。でも本当に1週間ちょっと気をつけます。1週間で全然痩せないと思うけど、気をあの体を引き締めます。くびれをねもっと増やしたい。こんばんは。どうもこんばんは。背が高いのは男の子がいい。確かにね、女の子も憧れるけどな。あの頃の空は可愛かった、今が可愛くないみたいな。空はのはもう沼の底だろうと思ったら底なしでビビってる。嬉しい。もういいよ、そこがなくて、もうそのぐらいどっぷりどっぷりハマってください。そう仕上げていきます。オンラインがほとんどだからリアルでもっと会えるようになりたいね。公園とかもあれやけどね、遠いからね、もっと近いとこは大体ね、なんか席が近くてもなんかお見送りがないのがやっぱり悲しいよな。自分にとって今でも大事な人に。空もですよ。ワンショット動画はやばいですな。ちょっと反抗ですな。思い返すと唯一当たったのは神戸の前座空だったのが運命しかない。それは
チェリーチェリーボーイですね。歯が痛すぎて何もやる気にならない僕です。虫歯ですか。続きまして25秒、みなさんハートありがとう。イヤリングがいい感じ、嬉しい。ファンの方です。ファンの方にいただいた。足の先から頭のてっぺんまで沈んでますが何が何か。いやもうじゃあ何まで沈まるのかな、まあ、全部ですね。自分自身じゃなくても全部キノピーさんの全部をねどっぷり使ってもらいましょう。遠征すると大体重くない。それなツアーもね。ご飯食べる前に過去は 70% のチョコ食べてからご飯食べると太らんらしい。昨日テレビで言ってた。なんだそれは。カカオ 70%、 普通に私カカオ 70% のチョコ食べれた。ちょい苦ちょい苦って思ったけど食べれた。食べんことはなかった。え、なんでなんで。アクリル越しの直接入るお話し会でもやっぱやばってなるのに元の距離になったらアニアニアしか言えない。もうあれなんじゃない、空の顔見れんとずっとあの空につむじ見せとる状態になるじゃん。全部は無理です。急に冷静なんでやねんなんでやねん。そらちゃん好きすぎて苦しいぐらい沼ってる。チャットとか空通信とかでわかるよわかるよ。めっちゃハマ沼ってくれてるのわかる。嬉しい。後ろ向いて話すね。いや声届かんすぎてファンの方に話しとるんってなる。こんばんは懐かしいな。でも握手してたのが懐かしい。でもなんかね途中からっていうかそのもうね握手せんくなった人もいっちゃおるんよ。話に夢中すぎて握手全然してくれんくて、えみたいな、えソラハのこと嫌いになったんかなと思うぐらい握手してくれる人がおらんくなって、握手してくれる人が少なくなって悲しかった。ピア、こんばんは。おばあちゃんの漬物くらいどっぷりする花輪に使ってそれはすごい使ってくれてるのかな。沼やめました。どういうことや。沼ではただいまとあるものは試着中、日曜日のお楽しみ。お、それはハードルが上がるな。握手私もしたくない。確かにオンラインで結構来てくださるようになったよね。こんばんは。ね、握手いつなんだろうね。ブラピーさんのアラブさん KTAK さんお願いします。オンラインになりすぎて握手とかできなさそう。確かにね、ソラもちょいと緊張しそうだもん。お話、まあ確かにね。こんばんは。平地歩いてる。え、坂じゃないんですか。急な坂じゃなくて。続きまして40秒、こんばんは。平地じゃなくても坂道登っててください。ずっとみんなは瀬戸内巡りでしたけど個別握手をしようと思ったらなくなる。確かにね、本当だよ。オンラインテンパるのは確実試着するとコメント打てない。何起きてるんだ。着ぐるみ。握手再開まで卒業しないでね。じゃないとソラハと最後握手したファンがステイテンになっちゃうから。いやそれはなってほしいやろ普通絶対ムーヤンさん、ダイダイさん、ジュンさんお願いします。手触っていいですよねってスタッフさんに聞くやつって手触っていいですかね。かわいいな質問か。こりゃ熱い。着ぐるみやな絶対。大佐ありがとう。握手会ね。坂道転がってるお弁当ね。え、それどういうこと。坂道転がってる人とご飯の約束した。誰だろう。どこか好きな時にソラハに会える世界線ないかしら確かにね。多分ねソラハはね多分みんなタリーズに行けば会えるよタリーズ
タリーズ大好きやんだから本当に。今日の200ポイントは4月12日以降に入るらしいからね。先だわ。ナナは恋人つなぎ早くしてくれ、いつも待っててくれた。恋人つなぎ、恋人つなぎでこう来てくださる方がいたら、私恋人つなぎでやってたよ。阿波ヶ崎、確かに瀬戸内巡り、神戸ね、兵庫のね、登り坂っていう、ここはどこじゃんどこ状態、乃木坂さんが多い。普通に握手会あったのにね、それが普通だったもんね。指差し合いしたいから実質繋いだ面白い、それは指差し合いやで一応お楽しみ。水族館どういうこと、ソロハ水族館、恋人、そうこうやってねしてくださった方はします。恋人、お話し会初めてさやちゃんに行きます。 8枚目のですか、大阪ですか。こんばんは、今日こけてメガネ折れちゃった、それは大事。まあ水族館、水族館って何、なんで抽選取られそうになったことか握手会というのは基礎的に業務連絡、ビクビクしながら続きまして50秒。そらとの握手はいつも でハイタッチはめっちゃしたね、流れやったけど。握手会の経費安そうだからコロナって言っても握手会が復活しないんじゃないかと心配。確かにね、でも直接のやつは何回かぐらいなのかな。でも嫌だって言ってたら頭から入って込んでるの忘れてたもうめっちゃねどっぷり使ってるよ、ソラハのに。じゃあいろいろお土産配布します。優しい、ソラももらいに行こうかあーちゃんさん、ケンケンさん、ノムノムさんお願いします。8枚目を待ってます。ドラさんのあの子に釣られたあれかな、ゆうかちゃん。他のメンバーに行ったら釣られてしまう可能性があるから絶対ダメだな、それは絶対にダメですね。公園とかで釣られなかった？サングラスデイズとかマイカーとかで。日曜日コキンさんいません、どういうこと？それは謎ですね。なんてか宇宙放り出されてる宇宙はおもろいな。からラインが来てた。名前が違うだけ。釣られるけど、それ以上にソラハちゃんに釣られてるのでいい人です、いい人でした。こんなソラハに釣られてるのマジで釣ったことないかわかんないんだよな。嬉しいな、このソラ、普通のソラハを好きになってくださるのもほんまに嬉しい。僕のお友達2人がソラハのところ行くって言ってた、大阪。わーい、ほう、誰だろうね、自己紹介してもらおう。他のメンバー見ても美人だな、可愛いなとは思うが、好きだなとはならない、不思議。もうそれはもうソラハしか頭の中ないからや、ソラハしか、ソラハしか。一応さらちゃんがどんな風に話したかと緊張してる。普通だよ、いつも通りだよ。よしよしよし、お土産時間お願いします。もちろんお話も、お、ありがとうございます。本当に西畑さんの壇上にさらはばたあったの、笑った。どういうこと、誰が言ったんや。名前くらい見たことあると思う。あ、本当、それは楽しみですね。すごいメール、絶対みちさんから。いつも釣られてるから大丈夫いいし、わー、
STU って終わりなん？続きまして40秒、ミロさん、ミロさん、え、そうなん？西形さん好きな、違うところに飛んでいく人、コキさん当たりよと、もっと釣られたい、好きすぎてね、並んだら別のメンバーに釣ってくる、あの頃懐かしい、確かにね、手振ったりとかしてね、最近ソラハシカがリアルに欲しい嘘でしょ、リアルって何？全部リアルよ博多当たった、え、今日の収録で収録、え、それな、知らんかったんやけど、みつさんのメールで知った、嘘嘘、そんな、石形県 DD の塊です、三択職人でござるさん、直美さん、三択職人やけんです、お願いします、こんばんは、ハエ映画で初めていよいよだなと思ってハエ、空もいいよ、なんて言えばいいんや、プライベート、プライベート、ソラハはプライベートなんですか、ソラハは某イケメンさんと先から前後して海を感じています、某イケメンさんやって言われとる面白い、よかったね、絶対に言われ、はにゃ言われたらファンの方の真似したんだって言うかな、はにゃ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 、ナタリー ST を見に行ったのに気づいたら一人でハマってるやったね、嬉しい、そのST にハマった、一人でハマったのがソラハっていうのが嬉しいね、はにゃはえーはね、はえーはえー、ハエが飛んどるハエが飛んどるんって言われてしまう、人は外見より性格大事という意味、美人を3日で飽きる、飽きないよ、留守を全部追っていかれてしまいました二人ともに送ったわ、こんばんは、いつ見ても綺麗だって嬉しい、もうそんなん言ってくれるのほんま皆さんだけですよ、感謝感謝感謝、ドゥンデドゥンデドゥンデ、機嫌いいねだって、そうですか、ソラハちゃんの配信のステマシのいろんなとこ投げてる、そういうことなのか、本当か、続きまして27分、昨日はサンデスネットでレッスンいっぱいもらったもん、釣られたんですか、私は数んでます、どこがやねんナンバでオタ活してきた口、みんな他のグループさんでオタ活しおる、大阪は好きすぎてデレデレして終わりそうじゃあお互いデレデレして終わっちゃうかもね、ちゃまくんの前に早2年、ちゃまくん、ちゃまくんに会いたい、また落ち着いたらまたお家お邪魔したいな、今週の日曜は自分のカメラで初めてアイドルさん、え、初めてダメですよ、撮ったらソラハ以外の人を撮ったらダメですよ、ダメだよ、アイドルで一番初めに撮るのはソラでしょ、ソラからのレッスン、日曜日は久しぶりにソラハファン、それな、みんな仲良くなってね、ソラハファンの人本当にいい方たちばっかだから、ハーフツインびっくりだったね、にハーフツインの楽しいですね、西形さんこんばんは、
古いカメラで撮ったらいいよ。古いカメラでは新しいカメラはダメだよ絶対。もっと早くサラと内心聞くようになってたらもっと人生変わった。そんなに嬉しい。宮島のアイドルこと鹿を撮りました。いやいや人物人物、人はダメや。昨日他へ行ってましたけど生誕祭で最善でしたが。え、北海道さん行ったんですか？え、何瀬戸内じゃないとこでみんな楽しんでるんですか？大阪なのに不参加一品やん。土曜はとあるそらはちゃんはんとご飯の約束した。ねえ誰だろう。ツナツナ言ったんか。タレーで撮っていい？それは盗撮やな。てねぐさん、うなぎさん、バラありがとう。大阪なのに不参加ピヤンピヤン。みんなこの間職場の教えんとご飯でした。何、女性ですかそれは。ツナスタ、ツナスタさん、声ラジの感謝祭、声ラジ感謝祭の内容なんか大体はでもあんまり確実には分かんないですね。ちょうど今日来たわ。ヒロコロリーさん、ダイダイさん、ナナラブさん、ありがとうございました。見せる撮影しても盗撮ならん。モデルじゃないからな、そら15秒から。そうだって。え、どういうこと教えんて。どういうことですか？それ好きな人ですか？シナ、ソラちゃん毎日公演してよ。ダメだよ絶対。もう撮ったら知らないですね。もうお話し会話も誓いません。てってくて、地下はたくさん予約があります。土曜日も7時で行きます。あ、なんかね、なんか土曜日ね、あかりんさんとかまいちゃんのやつ。それはダメですね。地下は近いからね。アンナちゃん、まっちゃんさん、ロボリンさん、お願いします。はい、うんうん。そらはしか、そらは公園でレスクレンかったから、そう、カメラにねレスできなかったんですよ。ごめんなさい。皆さんハートありがとう。バンバンバン、土曜日の ST はついででしょ。そうな、そりゃ ST 応援してもらわんと困るな。ついでじゃなくて、それもああいうアイドルフェスとかに出てみたいな。出てない全然。台湾とかはね、瀬戸前区意外とある方だと思うけど。ちょっと前髪なんかここ出とるからちょっと切らせて。でよ。こんばんは。ここも出てる、なんか、ん？ここもいらん。あれ、消えない。あ、消えた。オッケー、消えた。決済完了。お、ありがとう。みんなお話し会の決済の方よろしくお願いします。今日中。こんばんは。サラの写真で空撮ればいいんだなってもう知りません。バイバーイ。こんばんは。 STU とタイトル見てさ、出演時間がかぶってます。なんだと。絶対タイトル見てさん行くやん。え、行っちゃったね。前髪切った。でも昨日切ったよ。マイカ、あ、一昨日か、マイカの公演の時ちょーぴり切った。ちょーぴりだから多分みんな気づかん。みんなの目の前で切ったらそらね、わかるよ。来月対話、そうです、
バババババンビさんとね。こんばんは。可愛い服着てる。そう、なんかお洋服とかイヤリング褒められるとき、大体ファンの方からいただいたやつなんだけど、なんで。続きまして45秒から。はじめまして、 STU48 ドラフト3期生のシナノスラハです。高校3年生18歳、兵庫県出身です。よろしくお願いします。ぜひルームフォローとかしてくださるとめっちゃ喜ぶ。そして空のことをちょっとでも気になって好きになってくださるとなおさらに喜ぶ。今やると圧がショールーム1ぐらい撮るの。ポスケさんかわいい。そんなことしてんの。はずいわ。こんばんは。同じ系統の服を自分で買えば OK。 大佐ありがとう。広島までの距離が今まで以上に遠くなりまして、バンジェラモンスターさん、ハルメイさん、ミラさんお願いします。ソラハとのソラハとの心の距離も遠くなりましたか。こんばんは。今朝ありがとう。こんばんは。ヨウさんクッキーありがとう。ソラハ好きだって嬉しい。嬉しい。ソラハちゃんいつになったら撮れる。なんかコンサートとかかな。今まで撮影 OK になったのクリスマスのインスタライブとクリスマスコンサートだけだからね。来月かが来ないのか。え、絶対あれ選抜メンバーですよ。4月の販売、あの発売近くにあるやつですよね。絶対あれ選抜メンバーだと思います。500km の長い人じゃなくて育ってます。本当ですか。まだ私への思いはあるのでしょうか。だんだがだんごまは今日呼び捨てきるんだからかわいいなあんな。こんばんは。一眼レフでソラちゃんパフォーマンス撮りたいです。撮ってください。ソラハもねやりたいよね。可愛く撮ってもらえるのは嬉しいからね。してそう撮影可能がねあんまないんですよね。しかも昔撮影可能あったけどさ、携帯だからね。みんな逆に呼び捨てされたい。え、いや、明暗ソラハしか見に行かないから大丈夫。ほんとか。ほんとか。ソラちゃんに知らないって言われて早いまでないからダメージ受けた。HP でマイナスですか。こんばんは。練り歩きね、それな、懐かしい。練り歩き、練り練り歩いてましたね。今画面の前に寄ってきちゃった。呼び捨てにされたらね。やっとホッケーの回、お、どうでしたか。ホッケーの回天才的でしたでしょ。私ガチトーンのいや泣いた。ソラハの思いはあるはずなんですが、どうなんですか。本当にありますか。カレー屋さんよりありますか。こんばんは。お話から何されてもテンパる自信だけやねん。テンパらないようにお話しするを今年の目標にしましょう。続きまして20秒。アッピが言ったら言っちゃうかも。おい、それは選抜メンバーだから、もし選抜メンバーが出演ってなったら行くじゃん。ダブルイチだ。サラピサーヤンリネタ。あれか、シナモンくん出るやつのことを言ってたのかな。他のやつはないか。4月十何日に出るやつがシナモンくんのやつか。これらで聞き流しは何回も聞いてみましょう。どうですか、ソラハ一番になりました。モチベおじさんカメラ。さあ誘惑に勝つのか、勝ってソラハを優先するのか、どっちなのか。あ、それか。チャートリーでなんかいつものメンツで違うって感じよね。ハルネスさん、損得職人でちさん、キサトさんお願いします。ファンからのプレゼントを褒められたいいでしょと喜んだ方がいい。確かに。空のセンスがね悪いだけだからね。
スラハリのめり込みすぎてすぐハートブレイクするから気をつけて。可愛いですね、そんな感じせんのに。こんばんは、ファンのことこれからも応援してる。お、応援してください、嫌いにならないから。安否自粛、本当ですか、自粛しますか、本当ですか。その目標は達成できません、テンパるのを言われて許してください。じゃあ可愛いなって思いながら見ますね。サラハに言っては何もならんけど、カリアスタッフさんは現場でもメールでも態度が良くて丁寧で、アイドルよりもスタッフさんの方を選ぶのか、スタッフが好きなのか、カリアメンバーじゃなくて。何のことかしら。おーい、木曜日で瀬戸宗がターザンさん、確かにね、ターザンさん。え、てかね、瀬戸宗もね、ちょっとマジで神戸でね、なんか特番ないかな、アイコジとみなみさんとで神戸行ってやりたいな。楽しいことはやっちゃうの人間一番知ってるのさ。楽しいことは何ですか。熱ガラスのハート、対話2日前の香川夜行バスを往復しようとしてた。それは大変。こんばんは、空は言い過ぎて恥ずかしくなってきた。かわいい。出演の物販のお姉さんも負けてないぞ。うわそれ分かる。でも物販のお姉さんめっちゃ可愛いですよね、若い人多いですし。可愛い人多い。あの船の時のさ、キッチンに立ってた方とかめっちゃ可愛い。去年楽しんだね、あじさん楽しかった。カレーにもアイドルより可愛いマネージャーさんいる。 STU にもいますよ、淡路島。アイコジンズラサラダいいよみたい。おーおーおー、納税、国民の義務。それを楽しんでるのは逆にいいことですね。続きまして40秒、居酒屋で芸能人に見間違われました。そこ、今月は1週間2回も、そう月曜日と木曜日ね。そう、来月は多分アイコジかな、木曜日。ソラハさんに綺麗にしてた。かわいいスタッフさん、なんかかわいいと美人がいますね。かわいい系と美人さんがいます。公演前のソラハ好き好きモードになっていないのくどいつよ。何それ。あ、なってなければか、なってなければ。危なっ。かっちゃんさん、え、不破性なんやろさん、ごまの孫さん、市のマネージャーさん、可愛い人マジで、え、でしょ、可愛いんよ、ヒヒヒヒ。楽しいと幸せ場所です。楽しいは種類があって、あにょあにょあにょ。あ、そうですか。市のマネージャーさん心折れたから気にしてない。マネージャーさんはいい人ばっかし、スタッフさんどう思ってるんだろうね。そのなんかメールとかもね、よくわかんないんだよね、誰が対応してるんだろう。スタッフさんとの話がどこ、しかもスタッフさんは美人が多いね。みんなそうやって可愛いアイドルにも会えるし、スタッフさんにも会えるし、そっち行こうってなるの。可愛い女の子知ってるスタッフさん、可愛い女の子の知ってるスタッフさんしてて話に行きたくて、握手券欲す、握手券線切らずに並んだ人、どういうこと。スペイベでオタクと二人と大きくとマネさん二人になった。あーね、確かにダブルデートだね。あれは緊張したもん、そらも。ST のマネージャーになりたい。めちゃくちゃ考えてくれそう、メンバーのこと。スタッフさんがんちなかったら、もう空配地図やね。あのスペイベア神でしょ、もうあれは神、マジで神だったね。これはオタク友達だった。あ、あ、なるほどね、オタク友達、なるほどなるほど。乗船受付のお姉さんと仲良くなりました。おい、あ、ちぎるか、あ、ちぎるって言うんだ、それ。いや、ちぎる。あの時のマネさん美人やった。あれは美人マネージャーさんですね。
このようなスペインで空花班は DDA 大学の中お希望の方はマネージャーさんいた、うん、いたね、こんばんは、森久さんと乗ったな確かに懐かしい、マキーナスタッフさんなら毎回物販買います。え、それは物販のお姉さん狙いですか、スタッフさん最終話とかでどうですか、疲れましたって話しかける、優しい、あの時のマネネは可愛かった、美人かな、あのマネージャーさんは、どっちかっていうと美人マネージャーさん、ロバさんと食べたらその時スペイン惜しみなくて星切りそうしたからもっと前に好きになった、あーね、それは草、これだけ今日私ありがとうございます、可愛い子に釣るのはお得だからです、正当化まあ確かにね、可愛い子がいたら釣られちゃうけど、もう知らないぞ、みんな他の人のことばっか話しやがって、くぞー、うわー、ちょっとお腹空いてきた、早く豆腐染め食べたいあの観覧車、確かにね、悲しい、もうあれ自体がなくなっちゃうからね。続きまして40秒、ダメ写真、欲しい子引き当てる、欲しい子引き当てる才能を持ってるから買う、マジ毎回スペイン私初めて知れたの名前目でしたあどかの人でも話しかけるのし仲良く話しすぎて前の人30秒以上延長したい、前の人にも返してたいすごいね、いいね、仲いい、仲良くなれるの、物販スタッフや握手会受付のお姉さんにここに来ることあるのノートという人種です。えジュンさんもですか、それはもうあれやな、もう話し会で説教やで、隣でゲームできたの今だったら心臓も当たらそう、確かにね、近かったもんね、意外とわーからのお腹すいたお腹すいてるからイラッチ、いや違うよ、みんなのせいで、みんなのせいでお腹すいた、はるさん、せいさん、きったか、きったさんお願いします、え、シャワーでとシャラシャラとか知ってる急に空のことするじゃん、ちゃんとフォローしてるじゃん、フォローしてないと出てるじゃん、八王子のベイビーはどんな感じ、確かにね、どんなんなんだろうね、ハニーワーク好き、わかる、ハニーワークさん空も好きなんだよね、オンラインで買える、圧倒的にいいですよ、何入りなんだろう、漢字は読めない、お宝あるだと思いますが抽選をスタッフさんにしてもらったりします、大事やな、ラスアイのラストコンサートに行こうかね、ラストコンね、ラスアイさん、私はそんなにないはずで多少なんやろね、ミサイソニオさんハートありがとう、当たった時にうわーって、うわおめでとうございます、楽しんでくださいって言われた女子、純粋にうかつに恋した、そんなそんな言われてすぐ恋しちゃうんですか、もうやばいじゃん、もうめっちゃ恋しとるやん、隣のレーンつられるとかも、確かに手振ったりとかして押し増しで来てくださるよね、行かれ、空のレーンから行った人も見たことある、やっぱり好き、ありがとう、7枚目空張ったけど応募戦勝ったけど8枚目は応募した、確かにね、7枚目は最高やったね、そうスペイビー気になるけど話し会、そうやね、現場で握手会があったら横のレーンのメンバーが釣ってくる、アリちゃんさん、確かにアリちゃんさんと横多かったね、続きまして30秒、可愛かったら多少性格が悪くても許せる、そら性格結構あれだけどな、最近の生写真はめっちゃ運が良ければ、ヒールのサイン入ってるの知らないの、知ってるよ、 あれのことを言ってるんです、書いてます、私もそうなんですよ、生写真の撮影した時書いてる、メンバーみんなちょろいのがオタクその件受け取っちゃって本気で試験に行くんですけどねカバー遅すぎ問題、押しまして素晴らしい機能があるんですよそれでみんなは DD になっていくんですよ、隣からソラがおーちゃんレン、おーちゃんかわいいよね、でもエルキさん、ダンポポさん、ヨッシーさんお願いします、こんばんは、
横のレーンから手を振る。空を振ってましたね。目が合うから、私のレーンがすっかりかになったら他のレーンチラッと行った時に目が合うから、うーんって手振ってた。フラーレーンにいる時は釣られません。ほんとか。こんばんは。空より性格いい子知りません。いっぱいいますよ空より性格いい子絶対。お話し会なら楽しんだけど握手会なら YDD になった説。あ、もうでもあるかもね。いろんな可愛い子見てたりとかしたら、わきなの下がってくれてるから何とも言えないですよね。知らんけど、まあ伝わってますね。ナナさんとアイちゃんとオキポの金、アイツの写真なら持ってます。すごっ、金のやつ確か、直筆生、直筆、生の方かな。なんかね、ほんまに書くのもあるし、なんか用紙に書いてそれをコピーするのもあった気がするよ。生だし、ほんまか。しなのさんより性格いい子おるか、え、思わんの。なんか空、でも空は普通やで。これが普通なんや。もうみんないいよ。それは誰だって、みんな特に誰だろうね。ミホリンとかパシコはパシはめっちゃいい子だよ。なんか最近一緒によくおるから思うんやけど、あっちこっちでから手招きおいでおいでされた。これで釣られないけど大丈夫だと思うけどね。さすがですな。お話し会よりは釣られやすい。確かに握手会はね、コピーいいか悪いか人それぞれだけど、それ排除にそんなに純粋な子見たことね。嬉しい。隣のね、おしめんがいるときはそっちは浮かないようにしていました。そうなんですね。じゃあもし握手会が再開して純さんっぽい人がいて、私に背中向けてたら察しますね。善悪、確かに善悪ね。複数連はね、沼ですね。レッタイさんクッキーありがとう。めっちゃいい子だと思う。だっていや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 、高校の連から空春連に連れて行くと、後で高校に全てバラしたのはさ、あはそうやね。そう、嬉しくて言っちゃったんですよ。ねえ、それ来たよって。性格いいメンバー少ないと思うね。だっていみんなメンバーのこと信用してない。いないだとアンピはいい子、いい子、絶対いい子。サラちゃん、サラちゃんしか見えてませんので。優しい優等生。ああ、ミホリンはお嬢様だからね。パシェに推し、あ、なんだと。続きまして40秒、ソラハが一番ピュアだと思う。ソラハが一番はないよ。多分ユナイナちゃんとかサコちゃんとかもピュアだよ。福田借りてきたファンとの会話を流出させます。すごいね。シナノさんより性格いい子いますか。ティガーさんが思う、みんなが思う。一生スマホでツイッターとお友達釣られることは知らない。なるほどね。他の例みんなんや。いいね。あえて目線をそらして隣で言ってる。あるある。隣接、信頼するまで時間がかかります。空を信頼してますか。バンジェラモンスターさん、レインボースターハートありがとう。シティのイキトラさんはいい子が多いイメージ。ニキもいい子いるよ。ニキもいい子だよ。ファクトンタカさん、ハトポポーさん、カイトさんお願いします。ソラちゃん本当に純粋で優しくて仲間思いでいい子だと思ってる。私なんせし嬉しい。ジュンさんがそんなこと言ってくるのないかな。だんだん多分あれだよ、みんな推し補正ってやつが入ってるよ。多分みんなのこと平等にしてたら多分そんなこと思わない。多分推し補正が入ってる。嬉しいけどね、そうやって言ってくれるのは。みんなもね本当にいい人なん、いい人っていうかもうね、もういい方たちなんですよ。一番いい綺麗な心してると思う。だってそのような、そんな人に見える、嬉しい。こんばんは。あ、釣られたらまたい、またいそっち行っちゃうかもしれんよ。もうそれは出来になる、出来になる。だいたい
だいたいさはちゃんの隣にやすさんがいるから本当にごめん。確かにね、いるね。お幸せと空入るよね。さに怒られる誰がいてる、やばいじゃん。じゃあもう怒られまくりやん。天然うなぎさんありがとう。ラブレター、推し補正の問題じゃない。ピュア、知っているのに知らないふりしてるようには見えないし。何がですか。つれきさんクッキーありがとう。見えるし実際そうだと思う。嬉しいね、幸せだ。みんな今日ソラハのテンションを上げさせてくれてる。もう夜で何もないのに前もソラハのピュアさはピカイチだと思う。嬉しい嬉しい、純粋だと思う。嬉しい。ソラハ推し、いやソラハ推しはいい人のイメージ。いや当たり前ですよ、ソラハのファンの方は。私自信があるからね。いい人たちがいっぱいだし、優しい人たちがいっぱいっていう自信があるので。人のこと思って泣ける人、綺麗な心持って、え、みんな泣いてるよ。人のこと思って泣いてるよ。だってパシャなんてさ、なんかすごい私のどこがって感じなんだけど、すごい私のことをで泣いてくれるっていうか、こう思ってくれたり考えてくれたりするんですよ。ガチで好きパシャ。推し補正入ってたとしてもしっかり一番ですよ推し補正なかっても一番ですか。続きまして5秒。ちょっと前にみんなあちこち行くって言ってたの合わせてプラマイゼロだね。よしってよしって、確かにね、みんな私を怒らせたからねずっと変わらずいい子だから、さはちゃんもずっと今のままでいてほしい。でもならなんか、うん、悪い方向に絶対に行きたくないって思うね。もう悪い方行ったら、もうちょっとでも足を突っ込んだらもう永遠にもう悪い方に行っちゃうじゃないですか。だから私はもう一個の道しか進みませんね。はあ、お尻にるかなあ。あぜーってさあちゃん見た時、この子絶対にいい子だって思ったんですよね嬉しい。私は優しくないから押せません。え、どういうこと周りを明るく元気にできるさあは俺にとって間違いなくスーパーアイドル。優しい。鈴木さん、元内さん、秋田信さん、お願いします。 DD ですか。ソラハ推しですね。ペンナイトもありがとう。推しがいい人だと入りやすい。本当に実はいい子な気がする。今日この頃ですどういうこと、悪い子だと思ってるの。ゆうかちゃんがいい子だ、いい子、いい子じゃないね、いい人です。こんばんは、福田あかりファンです。どうもこんばんは。初見マーク、STU48 ドラフト3期生の信濃空葉です。高校3年生18歳、兵庫県出身です。よろしくお願いします。ぜひルームフォローとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。こんばんは。あなたは周りを笑顔に与える、与えなくなる、与えなくなる、嬉しい。笑顔を与えられてるかな。沼にはまる空葉英子。なんでそんなみんな他なんか、あ、空葉のテンション上げようとしてくれとる。なんも出てこんけどなんも出てこんよ人生さは空葉の他に比べた候補が見つかりません。闇落ち、いざ笑顔を出してくれる公演、お話し会で、いやそれはだってさ、お話し会とか公演が楽しいからであって、空葉ファンが多いと嬉しいし、それがなんで私が笑顔なのかっていうと、それはファンの人がいるから笑顔なんですよ。ファンの人がいなくなったら多分口角どんどん下がってく老けていくと思う。それなりにいろんな人と出会ってきたけど、ここまでハマれるのはさ、嬉しい嬉しい。完全に直感です。それを信じたいんです。信じてください、その直感。奈良も自慢しなきゃ、空葉はもう私にとって自慢のおしめ。嬉しい嬉しい。安部さんありがとう。天然柳さんもクッキー。安部さんキャンミーありがとう。こんばんは。ソラハには会えなくてもファンの皆さんとは仲良くしとこう。なんでやん、ソラに会えるようになってよ。ソラハ好きすぎて好きしか言えない、私の癒し。ありがとう。癒しに慣れてるのは嬉しいです。これはガチ推し補正ない時、初めて見た時、ソラハちゃんの笑顔にガチで惹かれた。山口ですか、あの時。なるほど、老ける、そう、多分口角が下がったらもううえってなると思う。こん
ばんは。火曜日の声の日いろんな元気なかったけど帰りは元気ないだろう。本当です、嬉しい。ドラさんはソラハで決まりだからな。 STU はソラハで決まりでしょ。やばい、誕生日ないと。僕の好きってことはソラハのためにある。おお、かっこいいな。こんばんは。あ、でもまたこんばんは。確かにね、全身疲れる嬉しい。福岡のチャリティーコンサート、うん、ソラちゃん本当に嬉しい。ソラちゃん優しい声、嬉しい。大さんありがとうございます。嬉しい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 。コメントいっぱい、何度何度読む13位スーさん、12位タムタムさん、11位キノピーさん、10位バンジャラモンスターさん、9位オリコークさん、8位帝国さん、7位タルボーさん、6位ウィンディさん、5位カマちゃんさん、4位ミロさん、3位天然うなぎさん、2位安部さん、そして1位はイキャスさん。ありがとう、ありがとうございます。なんかすごい幸せな配信になった。なんかね、嬉しい。イエーイ、いい夢見れそう。明日は朝7時30分から朝配信があります。そして今日は深夜の0時15分から瀬戸チャリがありますので、ぜひ見てくださると嬉しいです。ブログ、ツイッターなどなどよろしくお願いします。そして8枚目の決戦の方、今日中なのでよろしくお願いします。ありがとうございました。見てくださった方、コメントしてないけど聞いてたよとか見てたよって方、ありがとうございます。今日も幸せな、うわすごい幸せな締めくくりだ、今日の一日の。嬉しい、ありがとう、ありがとうございました。おやすみ、ちょばいじゃろ、もまたね。いい目見てください。